高度抗塩菌、高度抗塩菌、高度抗塩,塩菌、ハロバクテリアとは、ユリアーキオータモンハロバクテリウムズウナニ属スコサイ菌の総称。いずれも増殖に高い塩化ナトリウム濃度を要求する。高度抗塩性コサイ菌、抗塩性アキアやハロアーキアと呼ぶこともある。しかしながら、近年続種の増加により、NACL 濃度が 0.9M でも増殖可能な種の報告や、 最適増殖、NACL 濃度が 2.0M 以下である、ヘイロファークスバルケイニーイ、ヘイロラブラムソドメンセ、ヘイロラッセスラバーなどが報告されている。抗議の高度抗使用菌には、蒸気に加え、指摘増殖、NACL 濃度が 2.55.2M、高度抗塩性の個細菌、新生細菌すべてを含む。しかし、これらはいずれもメタン菌や光合成細菌、 新生細菌であり、系統関係上高度甲塩菌には含まれず、発見種もわずかである。また近年、新たな系統群として、ナノコーエンコ細菌が報告された。詳細は、甲塩菌を参照。高度甲塩菌は、塩湖や塩田など、高潮環境を好んで生育する生物で、古細菌の主要なグループの一つである。アメリカ合衆国のグレートソルトレークのような、 塩湖、塩田や海岸の砂、岩塩や市販塩などから分離される。性質としてはいずれも変性後気性の常温菌。一部は弱い高熱菌で、アミノ酸などを基質とする化学合成、または光合成従属栄養生物である。高温培養器や嫌気性菌培養機器などがいらないために個細菌の中では比較的研究対象にしやすく。 ヘイロバクティリアムサラネラム NRC-1 は、コサイキンのモデル生物の一つとして知られている。分離もコサイキンの中では、最も早く、1922年にはすでに、サダメーニスサラネリア、後のヘイロバクティリアムサラネラムの分離に、成功している。また、抗塩性コサイキンの多くは、光合成をするために膜に、バクテリオロドプシンという光合成色素を持つ。この色素は、 光エネルギーを直接水素イオンロード勾配に変換するという働きを持っており、新生細菌や新核生物が行う光合成とは気候も起源も異なる高度高塩菌独自のものである。高度高塩菌は一般的にコサイユリアーキオータモンハロバクテリアズナに属するコサイの総称であるが、その他にも何種か高度光炎性、指摘生育、 NaCl 濃度 2.5m 以上の古細菌、新生細菌が知られている。しかしながら、高度高子用菌が200種以上を知られているのに対し、これらの生物はわずか4種のみであること、系統字を書いた場合は、ハロバクテリアとは、系統的に非常に遠い結果が得られることにより、一般的にハロバクテリアのみが、高度高子用菌と呼ばれる。しかしながら、一部は、 増殖指摘状濃度から高度高塩菌よりは中度高塩菌の定義に当てはまる。また近年、ハロバクテリアツナと異なる系統群のハロナノアーキアが発見されている。新生細菌において高度高塩性を示すのは以下ような種がある。また、メタン菌である高度高塩性の新生細菌については高度、高塩用細菌と呼んで区別することもある。 高度高使用菌は、生育に高濃度の NACL を要求することから、分離源としては、飽和に近い高濃度の NACL を含む水系に生息している。具体的には、塩湖、海岸の塩のこびりついた砂、天日塩田、岩塩鉱山、断層の岩塩層などが挙げられる。塩湖については、イスラエルの司会、アメリカ合衆国のグレートソルトレーク、 アラルカなどが挙げられる。また、有名なもの以外にも内陸部の河川による淡水の流入の少ない湖などは、このような管を呈することがある。アフリカの大地交代や中国では、アルカリ性の塩湖が存在し、マガディ湖、ガール湖では pH が10、11程度である。このような環境からは、高アルカリ性高度高塩菌が分離される。蒸気のような塩湖は、 高水量の多い日本では存在し得ないため、国内のサンプルで分離を行うには、海岸にて高濃度に塩が濃縮された観光用の天日塩田が挙げられる。また、岩塩鉱山の岩塩結晶内に高度高塩金菌が生産していると言われている。その証拠として、NACL 結晶内に高度高塩金菌を封入した場合、室温暗書で長期にわたって保存が効くと報告されている。 事実、イギリスの岩塩港より高度格子用菌が分離されているが、地上からのコンタミネーションではないかとも指摘されている。蒸気のような環境中からの 16S 内電子を用いたクローン解析により、難培養性の高度格子用菌が優先している可能性が示された。高度格子用菌の分離は、寒天培養によるコロニーに依存している現状だが、 コロニー系性能のある高度高使用菌は環境中では少ない傾向にあると考えられている。また、同様のクローン解析法により生育が難しいと考えられた森林土壌から高度高使用菌に分類されるクローンが得られた。このことは高度高使用菌の分布に関する問題に議論を投げかけている。pH は通常7程度で分離できるが、 高アルカリ性高度高塩菌は pH10 程度にて生息している。ネイトランオバクティリアムグレゴリーは最高 pH12 にて生育が可能で2001年に高アルカリ細菌アルコライハラストラバレンシスが発見されるまでは最も高アルカリ性の強い生物であった。一方、pH5.0 以下に増殖指摘を持つ高酸性高度高塩菌としては エラークイアムアセリファロムが唯一である。低温で増殖可能な高度高使菌としては、ヘイロラブラブラカスプリファンディの4が最も低い。一方、高温側は弱い高熱菌、ヘイロハーキアラなどはいるものの、タノコ細菌に比べ高熱性は強くない。高度高使菌は、カザミノ酸、酵母エキス、ペプトンなど有機物を炭素源とする化学合成従属栄養。 栄養的分類を示す。また、最終電子受容体は酸素、すなわち高気性を示す。一方、高度抗塩性を示す光合成細菌やメタン菌は、高気性を示さないため、高度高子用菌の範疇から外される。ただし、高度高子用菌における嫌気条件下の増殖についてはいくつかの報告がなされている。例えば、ジメチルするホキシド。 トリメチルアミニエヌオキシドといった気質を用いての嫌気呼吸がいくつかの高度高視項菌で観察されている。なお、これらを気質とする嫌気呼吸については未解明な部分が多い。また、ヘイローファークスバルケニーでは、フマル酸呼吸が行われる呼吸差複合体2を参照。高度高視項菌は、多種高度高視項菌の殺菌作用を持つ。 ハロシンと呼ばれるバクテリオシンを分泌する。ヘイロファークスギブンジーから生成されたハロシン H6YNAH トランスポーター阻害剤である。また、生育に酸素及び光、バクテリオロドプシンを要求するため、浮力を得るためにガス砲を所持している。ガス砲内部は窒素ガスに満たされている。また、高度高使用菌は従属栄養であるにもかかわらず、 炭酸固定能力があることが知られている。ヘイロファークスメディターニー及び HFX バルケニーではカルビン・ベンソン回路のキーエンザイムであるルビスコの活性が確認されている。HFX メディターニーにおいてはルビスコの生成もなされている。また、膜中にはバクテリオルベリンという赤色の色素を所持している。この色素の生理的な役割は不明だが、 ベータカロテンの1.5倍以上の抗酸化作用が測定されており、食品、薬品などへの応用に注目されている。高度抗使用菌は化学合成従属栄養性を示すと上述したが、1971年にストカニアスらはヘイロバクティリアムを酸素制限下に光照射して培養すると、その細胞膜上に紫色の膜、パーパルメンブレイン、 紫膜と呼ばれる特殊な膜構造を合成することを明らかにした。この紫膜は電子顕微鏡により通常の細胞膜部分から容易に識別が可能であり、培養の周期には高度格子用菌の膜面積の半分程度を占めることが分かった。この膜は通常の古細菌脂質、エーテル型脂質が50%、重量比。 バクテリオロドプシンというタンパク質が50%の割合で構成される。バクテリオロドプシンは人の視覚に関与するロドプシンと性質がよく似ていることからこの名前が付けられた。バクテリオロドプシンはレジナールを内部に配置したタンパク質であり、レジナールが光を吸収して紫色を呈することから紫膜という形で観察される。 レチナール分子が光吸収すると、オールトランス型から13、質型に異性化し、この構造変化が引き金になって、バクテリオロドプシン内のアミノ酸残器、特にアスパラギン酸残器の側座、カボキシル元のプッコチが変化して、プロトンが一方向、細胞内側から、細胞外側へ、に輸送される。これによって、膜を介した、プロトンの電気化学的ポテンシャル差が形成される。 これを利用して同じマック上にあるプロトン輸送 ATP 合成酵素 A 型のアッテペイスが最終的に ATP の合成を行っている。したがって高度高使用菌は酸素欠乏条件下においては光従属栄養的な生育が脳であるがバクテリオロドプシンの補欠分子であるレチナールの生成には酸素分子が必要なので嫌気的な条件で連続的には生育できない。 高度高使用菌がバクテリオロドプシンを獲得した可能性として高度高使用菌が好期性を示す一方で飽和に近い食塩水においては酸素溶解度が純水に比べて低いことが考えられるこのバクテリオロドプシン発現の制御はバクテリオロドプシンアクティベーターと呼ばれるタンパク質転写因子によって行われている高食肥細菌においても酸素欠乏下においては バクテリオクロロフィルの合成が行われる。バクテリオロドプシンの構造生物学的知見については当該記事を参照。高度公園生個細菌は 16S な遺伝子塩基配列による系統解析が行われる以前は、生息 PH、菌の形状、低腸液への耐性、糖質の種類などによって分類されていた。分類は 整然としていたが、分子生物学的手法が用いられることにより、かつては6属と考えられていた分類が30属以上にまで増加し、分離株も多くなると同時に、系統樹は複雑になっていった。2018年1月現在、学名として正式に発表されている、高度公園生子細菌は、以下の60属250種である。インターナショナルジャーナルオブシステマティック エボリューショナリーマイケロバイラジーに発表されておらず、16S 内電子塩基配列登録時に属種名が付けられているものがあるが、これは学名として正式なものではない。古細菌の命名法については国際細菌命名規約を参照のこと。また、2015年にグプタラによりヘイロバクティリアズナの細分類に関して報告され、2016年に ヘイロバクティリアズナは3目参加となったが、この分類は、表現型 16S 内電子及び、パブ遺伝子解析による、系統解析との矛盾もある。2016年に、再度、グップタラにより、再分類案が提唱されているが、蒸気同様の矛盾や、ヘイログロの無属が、ヘイルファースサーチか、ヘイロラブラシかの2かにわたっているなど問題が多い。アーケアドメイン、 ユーリアーケ・オータモン、2013年10月、キーラにより、ヘイロ・サーソンな族は、ヘイロ・ジアメトリカム族に移行された。また、上記以外にも、種名を記載した論文があるが、アイスサム氏の規定、国際細菌命名規約を満たしていない。グプタラによる、分類、族名の未表記、ヘイロ・バクティリア・レイス・メ・ハリダプテイタス、ハラル・コライ・ヒャカス、ヘイロ・ハーキビウス、エラ・クヤム、 ヘイロバクテリアム、ヘイロカルキアラス、ヘイロラベラス、ヘイロラッセス、ヘイロシコタス、ヘイロビネス、ネイトランハーキアム、ネイトランモナズ、サラークイアム、ハリプリカム、ヘイロハーキアラ、ヘイロメイクロハーキアラ、ハリマイクロビアム、ハロリエンタリス、ヘイロラブダス、ヘイロシンプレックス、ハリコカス、ヘイロファーケイルズメハラベラス、ヘイロファックス、ヘイロジアメトリカム、 ヘイロパラジアス、ヘイロプレーニス、ヘイロカドラトム、ヘイロサーソンナ、ヘイロバキアラム、ヘイロオハスタ、ヘイロラマナ、ヘイロノショス、ハリペニータス、ヘイロラブラム、サラネグロノム、ネイトリアルバイルズメ、ヘイロボフォアマ、ハラピチャー、ヘイロスタグニコラ、ヘイロシェアゲナ、ヘイロベリアス、ハリバイワックス、ネイトリアルバ、ナトリバーキアラム、ネイトラオバクティリアム、ナトラノコカス、 ネイトランリンノビウス、ネイトロノーラブラム、サラナーキアム。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。